ねえ、キルノちゃん。なんだい、ダイちゃん。なぜこんな朝からこんなところにいるのかな？ここ、吉川に南から臨時列車に乗るためだよ。吉川南だよ、キルノちゃん。細かいことはどうでもいいよ。とりあえず、ゆっくりしていってね。うぷ主にこんなのもらったぞ。このエリア内は自由に電車が乗り降りできるよ。これが臨時列車の指定席券だね。鎌倉に行くんだね。途中であたいの仲間がいるって聞いたぞ。8時ちょうどに出発するみたいだよ。あずさってやつじゃないの？キルノちゃん、実際に新宿を8時に発車するあずさ2号はないんだよ。鎌倉に乗り換えなしで行けるのを売りにしてるね。とりあえずお仲間がいるよ。幸先いいねから乗車する電車が見えてきたよ。5両編成の E257 系だから5500番台かな。OM52 ってあるから2番目の編成なんだね。ここから鎌倉ってことは貨物線を通っていくのかな。早く乗りたいぞ。まだ改装表記だね。案内表記が変わったよ。スペース的にも仕方ないけど文字だけだね。鎌倉行きです。でも側面は臨時だね。入りきらないもんね。第2編成って言ってたけど9って書いてるよ。改造前が500番台の第9編成だったからだと思うよ。そうなのか。キルノちゃん、ルーミアちゃんのセリフを取っちゃダメだよ。頭のとこの布切れがないぞ。特急運用じゃないからだと思うよ。背面テーブルもあるぞ。お弁当食べるには十分な大きさだね。ダイちゃん、発車したよ。楽しみだな。私はキルノちゃんと一緒に旅ができるならそれだけで楽しいよ。無敵で無垢なキルノちゃん、可愛いな。ダイちゃんどうかしたの？変なキノコ食べた？うん、なんでもないよキルノちゃん。ご乗車ありがとうございます。リレー快速鎌倉号鎌倉行きです。この先越谷レイクタウン、南越谷、南浦和、東浦和、まだほとんどお客がいないね。わざわざ吉川南まで行って乗り込むお客さんはそうはいないんじゃないかな。ここは中川だよ。金持ちの景観。川ですらないよ。越谷レイクタウンに到着したよ。あたい知ってるよ。オゾンとかいうとこの植民地なんだよね。しか合ってないよ。イオンだよ。似たようなもんじゃん。ほら少しずつお客さんが増えるよ。なんだ快速なのに隣の駅にも止まるんだ。南越谷は東武スカイツリーラインの新越谷駅も近いし、武蔵野線内でも2番目に1日平均乗車人員多いからね。確かにここからいっぱいお客が乗ってきそうだね。駅を2つ通過して南浦和に着いたぞ。
武蔵野線内では細かくお客を拾っていくね。南浦和ってあたいと同じ色した電車が走ってるんだよね。昔はあたいのお仲間が主力だったみたいだけど。京浜東北線だね。まもなく武蔵浦和です。お出口は左側です。次は武蔵浦和だよ。また浦和なんだな。飽きた。東西南北に中浦和、武蔵浦和に浦和にそのと無印と8つもあるんだね。東西南北中央浦和スーパー埼玉ってやつだね。あたいみたいに最強っぽいぞ。そうだね。埼京線への連絡通路だね。埼京線、目の前の高架がそうだよ。埼京話題だ。路線の正式な名称じゃないけどね。え、じゃあ偽物の埼京。そうなのかな。やっぱり値が埼京ね。西浦和支線が分岐して本線をまたいでいくね。この辺って線路で囲まれててトライフォースの形してるんだよね。まあわからないでもないけど、デルタ地帯でいいよ。今度は大宮方面から大宮支線が合流してきたよ。支線は貨物の他にも臨時列車が走ってるよね。霊夢さんたちも前に大宮から臨時特急に乗って支線を通っていたね。首都高速とクロスするあたりで西浦和を通過するよ。ホームは反対側だね。西浦和の先で荒川を渡ると浦和市から朝霞市に入るよ。沙織さん、それは浅香由美さんだよ。しかも16話で降板して英語別人じゃない。健一くんもお姉さんの顔が変わったのに気づかなかったのかな。北浅香に到着したぞ。東武東上本線の浅香台駅も近くにあるよ。ここの真下が浅香台駅なんだよ。連絡通路に屋根もついてたから雨の日も安心。アトムが住んでるのに新座は通過するんだね。特別住民登録されてるだけだよ。お腹ペコちゃん。東所沢だよ。所沢って声だめ球場があるってウプ主が言ってたぞ。それは20年以上前の話だよ。チルノちゃん、お隣の新秋津に到着したよ。新秋津だって。どうしたのチルノちゃん、急に大声出したりして。ここにあたいのお仲間がいるんだよ。元チルノちゃんの訓練者かな。トンネルの間に新小平駅があるね。その先は言わなくていいからね。トンネルを抜ければもうすぐ西国分寺駅だよ。わざわざ大宮まで行かなくてもここに来ればよかったんじゃ。その方がお金も節約できたのに。始発駅から乗ることに意義があるんだよ大ちゃん。ってウプ主が言ってた。数字やアルファベットも読めない値みたいなのに座席を不法占拠されるからって。いやー照れるな。どう見ても褒められてないよチルノちゃん。怖いよ大ちゃん。西国分寺でもそこそこお客さんが乗ってきたね。
通路側ならまだ空いてそうだよね。南部線も乗り入れる府中本町は通過するね。ここから貨物線に入るんだね。しばらく南部線と並走するよ。この多摩川を渡れば横浜県だね。お約束だけど違うよ、キルノちゃん。あれ？川崎県だったかな？町田県でもないからね。神奈川県だよ。やだなぁ、ちょっとボケてみただけだよ、大ちゃん。ボケてるのか本気なのかわからないよ、キルノちゃん。ほら、川を渡ったら南部線が離れていくよ。こちらはしばらく地下に入っちゃうね。京王相模原線の稲荷駅付近で一旦地上に出るよ。今見えたのが稲荷駅だね。またしばらく地下暮らしだね。その言い方はどうかと思うよ、キルノちゃん。広いとこに出てきたぞ。梶ヶ谷貨物ターミナル駅だよ。確かに貨車がいっぱいだ。東名高速や第三京浜も近いし、東京南西部の拠点になってるね。EF65 がポツンといるぞ。かつては寝台列車を牽引していた花形運用もあったのに、今は客車自体今見ないぞ。精霊7つの星を持つ客車とかうつ主には関係ないものばっかりだね。どこかの伝承車みたいに聞こえるね。伝承車だよ、大ちゃん。ターミナルを過ぎたらまたトンネルに入っちゃうね。それならこうしちゃえばいいじゃん。編集の力で出口まですっ飛ばしたよ。身も蓋もないけど真っ暗なだけだしね。隣から線路が降りてくるよ。金閣線といって湘南新宿ラインや横須賀線の列車が使用しているよ。新川崎駅付近を走行中だよ。向こうの列車は停車するんだね。横須賀線は新川崎や西大江にも停車するからね。湘南新宿ラインは高崎線系統は通過して宇都宮線系統だけ停車するよ。奥の線路は何だろう。東海道貨物線だね。鶴見のあたりで合流するよ。東海道本線は貨物線の手前にあるから撮影できなかったね。進んだ移動した鶴見川を渡るともうすぐ鶴見駅だね。一言多いよ、キルノちゃん。しかし随分速度を落としてるね。鶴見で運転停車するからだよ。乗務員さんが鶴見で交代するよ。鶴見駅のホームのないとこに止まったぞ。ここで交代するんだよ。今まで乗ってた乗務員さんかな。多分そうだよ。お待たせいたしました。発車いたします。ご注意ください。ようやく発車したぞ。鶴見からしばらく貨物線を走行して、しばらくしたら旅客線に転線するよ。隣には京急本線がやってきたね。あの赤ヤグマ。そんなこと言っちゃダメだよ、キルノちゃん。赤ヤグマなんて言ったら本当に来ちゃうよ。大ちゃん、あたいそこまで言ってないよ。鶴見線がオーバークロスしていったね。大ちゃん、今思いっきりプラズマです。あ、はい。ほら、赤い悪魔の花月掃除時駅付近で貨物線から旅客線に転線するよ。このまま貨物線じゃダメだったの。しばらくしたら地下に潜って、気がついたら狭間に連れてかれちゃうよ。貨物線がまた分岐して片方が地下に潜っていったね。もう片方は高島線といって桜木町の方に行くんだって。目の前の線路がそれかな。高島線が離れていった代わりに京浜東北線が隣にやってきたね。また何かまたいでったよ。今度は横浜線だね。一部の電車が横浜の先の根岸線に直通するやつだね。鎌倉車両センター東神奈川発出所に横浜線の E233 系が誘致されてるね。京浜東北線の車両もいるはずだよね。見える範囲にはいないね。ご乗車ありがとうございました。まもなく横浜に到着いたします。6番線の到着、この時は左側です。こちらも出ますと次は大船に停車いたします。東海道線のご乗車のお客様、すべて下車行き5番線から9時32分です。降りの際は車内にお越し物
終的に横須賀線の鎌倉に行くのに横須賀線のホームじゃないね。横浜駅では東海道本線のホームに入線するんだ。戸塚駅のあたりで横須賀線に転線するからね。これで問題なく鎌倉に行けるね。大船駅手前で根岸線と合流だぞ。キルノちゃんと同じ移動した路線だよ。いつか端から端まで全線乗るんだ。あたいのお仲間はもういないけどね。でもお仲間が走ってた様子は共有したいな。キルノちゃん氷の妖精であって209系の妖精じゃないよね。ありがとうございました。終点だね大ちゃん。そういえば鎌倉で降りた後何するの？キルノちゃん、キルノちゃんが観光なんてするわけないし。まあ今言えるのは久里浜まで行くってことだけだよ。へえ、見たいものがあるんだよ。しようよ。快速料金で特急車両に乗れたからお得だったね。それじゃ今回はそろそろお別れだね。チャンネル登録もいっぱいお願いしますね。次回も見てね。ご視聴ありがとうございました。